シロンってすごいよな。あんな美人でスタイルも良くてピアノも弾けてさ、理想のお嬢様って感じ。ホムラビと相手にもひるまずやり合えてるもんな。完璧超人みたいなやつだけど、なんか弱点とかないのかな。観察はもうしてるんだよな。あえて言うならちょっとナルシストかも。よく鏡の前で念入りに身だしなみチェックしてるし、さすがに何か一つぐらいは弱点あるだろう。いや、あってほしい。私にとってのラッキースケベラレぐらいの何かが。ぐなんだ。私だってああなりたいって思ってるけど、草壁に言われると無性に腹が立つ。